イスパのアメリカ諸国とその他の地域のスペイン語話者の比率イスパのアメリカはスペイン語話者が居住しているアメリカ大陸の国家を表す厳密な地域区分である。これら諸国は文化的共通性を相互の諸国及びスペインと分かち合っており、これらはかつてスペインの植民地内私服を量だったことによる。これら諸国ではスペイン語は国民大多数の主要言語か。 グアラニー語、ケチワ語、アイマラ語、マヤ書語、ナワトル語、マプチェ語などのインディオの言語と共に使用される言語となっている。ローマカトリックが支配的な宗教である地域でもある。イスパのアメリカの用語は、イスパのアメリカとブラジルからなる、イベロアメリカとコントラストをなし、ポルトガル語圏アメリカは、ポルトガルによるアメリカ大陸の植民地化として、歴史書でも言及される。 イスパのアメリカの用語はまた、通常イベロアメリカと同義語とみなされるが、フランス語圏アメリカ諸地域を含むために春別される、ラテンアメリカともコントラストをなす。アメリカ合衆国量相対的に、アングロアメリカの人口は約3億3 7七百万人で、あり、ブラジルの人口は1億9 2二百万人である。カナダの面積は九十八万六百七十。 キロ平方メートル、アメリカ合衆国の面積は982万6630キロ平方メートルなのでアングロアメリカ全体では1981万1300キロ平方メートルとなり、ブラジルの面積は851万1965キロ平方メートルとなる。イスパニダードの旗標語、フスティシア、パズ、ウニオン・ワイ・フラターニーだと比較的には知られていない。 ものの、イスパのアメリカの人民、歴史、文化的遺産の共有を象徴する旗が存在する。この旗は1933年10月に、ウルグアイ軍のアンヘル・カンブロール大員によって制定された。旗は、イスパのアメリカの全諸国に、同年ウルグアイのモンテビデオで開催された、パンアメリカ会議の中で採択された。ありがとうございます。